こんにちは、松本恵奈です。今日はリココと陶器の七五三の写真を残したいなと思って、竹芝にあるラビーアンパンというお店に来ています。で、今ちょうどリココと陶器がなんかヘアメイクしてもらっているみたいなので、ちょっと早速覗きに行ってみたいと思います。じゃあ早速ちょっと行ってみよう。リコどんな髪型になるのか楽しみだね。ねえ。すごい可愛いスタジオ。1個、2個、3個、4部屋。自然光が入ってすごい可愛い。こんな感じ。ちょっとラブリーな世界観なんですね。可愛い。こっちはちょっと大人っぽい感じの空間になってるんですね。はい。こんな感じのお部屋なんですね。素敵です。お部屋も見れたので、衣装を先に選びに行こうかな。今日は七五三の撮影に来ています。ヘアアクセサリーもいっぱいある。じゃあ衣装を選びたいと思います。これめっちゃ可愛くない？どう？でもやっぱ洋風と和風一体ずつがおすすめっていう風にお話聞いたので、ちょっと洋風の方はこっちにしようかな。これすごい可愛いから。でもやっぱこれかな、せっかくやしね。あんまり着ないし普段。リコもこれにしようかな。でトンとこれ並んでたらいいよ。パパの顔を撮ってあげて。何？パパに見られない。もみもみもみ。あれ。そうやろ。東京でしょ。そう、東京で。危ないよ。ストップ。そこまで。せーの。マジで？かっこいい。かわいい。おしゃれに決まってしまう。ね、これありですよ。全然ありに見えてしまいます。だから見ない。かわいい。すぎる。ですけど。疲れましたね。でも楽しかったですね。あれ、今何歳？はい、それポストカードですね。それ全部ペラペラっと取れるんですよ。これがアルバム。はい、アルバムです。アルバムもいいな。カタログ、この辺はなんかおじいちゃんとかおばあちゃんに送っても喜ばれますね。これとこれか、はい、まあ、写真立てみたいなのとか、あとはそう壁に飾れるような、キャンバスも可愛い。そうですね、キャンバスも。アルバムにしようかな。アルバムにします。はい。ということで、もう本当にすごい可愛い写真がたくさん撮れたし、もう私今日ね YouTube 回すつもり全くなかったんだけど、もうねドレス着てメイクしてる姿を見たら、もう
愛すぎて YouTube 回しちゃえって思って撮っちゃったんですけど、こう七五三って本当になんかもう一生にそんなにある機会じゃないし、すごくなんかいい写真が残せたことに本当に感謝しています。ラビーアンパンさん、本当にいろいろご協力いただきありがとうございました。そして我が家のこのなんだろう、こういうねほのぼのとしたちょっと日常にお付き合いいただきありがとうございましたって感じで、今日はこの